ってみましょうか。Yeah.
改めましてツインボルテックスでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、続投している偉大なあのレジェンドたちもおりますけど、まだまだ頑張れるので、そちら全然心配しなくて大丈夫ですので、ね、大丈夫ですよね。うん、ほら全然楽勝です。今の、パパめっちゃ疲れてる。ダメだ、大丈夫です。あのポーズです。ここをするとね、皆さん心配してくれる。まだまだ、まだまだこんなもんじゃありませんよ。まだまだこんなもんじゃないですね。そう、まだまだです。先にちょっと結果お伝えしておくんですけど、僕らお次大きい好きかもしれないんですけど、うるさいです。大丈夫ですか皆さん。1曲目をやる前に言えよって話なんですけどね、ドラムがなんせね、2人で思いっきりロックで叩くもんですから、うるさいんですよ。いざとなればわーっとね、やってもらっても構わないし、僕が当の本人がこういうもので逃げてるぐらいですから、正々堂々勝負してないんで、皆さんも身の丈に合った夜を過ごしていただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。イブ様、イブ様、ラーベン、愛しておくれ、放題ですね。60年代のスペンサーデイビスグループ、スペンサーデイビスグループの大ヒットでございまして、その中にいたですね、なんだっけ、サンダー、何ウェインウッドだっけ、有名な、そうだ、スティーブ・ウェインウッドさんの超偉大な、英国が選んだベスト100のシンガーで33位に選ばれるとか、すごい、もう白人なのに黒い声が出るとか言われて、すごい方がトラフィックっていうところに移動してきたのが今のちょっとラテン調の橋でして、お気づきの方いたと思うんですけど、始まりはロックで始まるんですよ。でこれね、新しい試みで、いろんな曲を僕たち、いろんな新しい変わった曲とかね、こんなに素晴らしいけど一般にそんな知られてないんじゃないかななんて曲をどんどん表に出していこうっていうのが僕のプロジェクトなんですけども、今回は初めて、丸コピとか全然じゃなくて、始まりはお気づきかもしれないですけど、1番2番はロックだったんですよ。ルルルルルって、これはサンダーっていう人たち のバージョンのビームサムラービー で途中ちょっとラティーニョになって、ラテンな感じになりまして、これがトラフィックのですね、元祖ウィングウッド のラテンバージョンというのをちょっとミックスしてしてみまして、今後こういう遊びもね、どんどん取り入れていきたいと思っておりますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。今この間の井上名古屋線でいうところの1回ダウンもらって立ち直るまでの間に時間を稼ぐんですよ、ね、技を使って。今立ち直ってますんで、これも名字の一つです、これ。じゃあやりますよ、いきますか、次。はい、明るい曲から打って変わって、デビルメイクライじゃない、いやそれゲームだ。ありましたね、ありましたね。デビル、You know、 悪魔知ってる、悪魔だということを知っている、まあちょっと暗い曲でございます。かっこいいんで聴いてください。Yeah.
コンバース、デビル・ヒュー・ナオミでございました。
ックス2着続けてお送りいたしました。ちょっと大人のムードで、大人のムードか、そうかな、うん、ね、僕もいまいちそういう男女のことに関しては興味はすごくあるんですけれども、どうもなんだかな、うん、あんまりね、僕もそういう浮いた話や何の話でしたっけ、うん、そう浮いてるかどうかの話ですか。そうなんですよ。でね、最近あのこういう話をステージでしまして、でお会いするした方にですね、次にちょっとまたお会いした時に次はいつ脱ぐんだみたいなね、そういうなんか話をされてて、あ、これは危ないなと思いまして、あの確かに私の夢と言いますかですね、まあ、それはもうステージ上でバーンって脱いでお前できんだって言われて、もうすごい伝説になるみたいなのが僕のささやかな夢ではあるんですけども、でも皆さんに迷惑をかけてしまうので、まだその時ではないと思う。いいよ。いや、まだあのちょっと待って、あのちょっと今自信がない、自信がない、ちょっと上のクリニックに一度ちょっと、右手がまた生々しいですね、こういうところですよね。まあ、そんなわけでですね、あのモテる男が歌ってるっぽい曲をやります。次、あの女性をいっぱいこんな胸元をはだけて、あのセクシーな胸毛があって、こんな感じの男が歌ってそうな曲を歌います。ベイリン覚えてね、パンパはい、疲れちゃった、疲れちゃった、また頑張って、はい、これあのすいません、特性としてもたるんですよこの曲で、実はあのドラム二方の原因なのかなって思ってたんですよ内心。でも違うんですよ、実はちょっと歌い上げるところがあって、ちょっとしんみりするところなんですよ、あの私で言うとこの大人っぽい雰囲気のところなんですよ。そこがね、ちょっとやっぱみんななんか聞かせたくなっちゃう感じで、そこがね、もたるんですよ。だから決してあのこのお二人がもうだれてるかもうそういうんじゃないんですよ、メタ的な話で申し訳ないです。もたったらあのそれはもう一期一会ちょっとゆっくり聞いてみたいな、そういう感じだと思います。じゃああのテンポ落とさないように頑張りましょう。あ、これだ。どうぞ。はい。行きましょうか。私からです。行きましょう。大丈夫だよ。大丈夫。かきちゃんは大丈夫。Bitch, you love me in your baby.
あ、ありがとうございます。なんだこれ。次はシンボルテックスって2つのドラムがいて、でいろんな曲をやってみようっていうことで発足したんですけれども、その中でもこれからやる2曲、ジョー・ボナマッサっていう人の曲は真っ先にやろうよっていう話になった曲があって、なんかつい、この曲は本当に確かオリジナルのドラムが2人だったんですよね。そう、だから1回目の曲しっとりとやりますので、聴いてください。パティアタイム。
昔話、我々の言う桃太郎とかの、いや桃太郎までかな、本当にあったあの子供に語り継ぐ話なんですけどね、うん、ジョン・ヘンリーっていうとね、腐るほど物語が出てくるんで、よかったら見てみてください。で、それをちょっと皮肉ったようなあの哀愁のある曲になっております。どうだろうか、そろそろいいよ、いいよ。
Oh,
つもより多めに叩いております。Thank you.
Because I'm a cat, you kept, yeah, I'm one gone. Because I'm a cat, you kept, yeah, I'm one gone. I'm a worry man, where I care for. I'm a worry man, and I share. どうでしょうか。やってたい。エスさんとか。そう。一郎さんとか。そう。みんなで。みんなで。みんなでやりたいの。みんなで。サオがないよサオ。サオがない。サオ。さっきから。今のは俺が悪いんじゃない。俺が悪い。俺も悪い。みんなでやりましょうや。やりましょう。何も決めてないですけどね。パパでも大丈夫そうで何よりです。本当はめちゃくちゃ疲れてる。めちゃくちゃ。いやもう今日健康寿命ということで頑張っております。以上です。出てきたけどさ、何ちょっと全く決めてないよ。あんだけ内藤さん叩いてさ、叩けるの？皆さんご存知の曲って何があって、僕今やってる音楽全く知らないですからね。モントゥミワールドとか。モントゥミワールドとかならそうですよね。それやりましょうか。行きましょうか。はい。じゃあ、皆さん知ってます。
何なんですかこれ。これも歌詞のモニターこれ。なんかおしゃれなやつやな。これはね、声をいじるやつ。声いじるの。声いじる。普通の声で歌う。僕本当はこんないい声じゃないですか。もっと可愛い声してます。実際は全然可愛い。切りますよ。じゃあ実際はこんな声なんですけど、これをファンにするとこういう声になるんですよ。今のマジで。ごめんなさい、嘘です。嘘やろ。すいませんでした。オクターバーじゃないよ。そうですね。すいません、すいません。俺もちょっと教えてみて。こんな声が、こんな声になるんですよ。俺でもできるやん。ありがとうございます。仕事してください。ほんまにやりますか。アンコールセッションで待って。そうしましょう、はい、マジで何も決めてないですもんね。本当に何も決めてない。こんなん初めて。何も決めてないです。はい、はい、ありがとうございます。無茶ぶり。じゃあ、タンで入ります。タン、ドーン、タッタッタンって入るか、ボーン、トゥー、ワールドで入るか、何でもいいです。それがあります。じゃあ、内藤さんのタンで入ります。はい、じゃあ、お願いします。ボーン、トゥー、ワールド。Yeah, I'm done.
ありがとうございます。